香川県小豆島町の坂手駐在所の開所式にはおよそ30人が出席しました。1976年に建てられた駐在所の建物は老朽化のため建て替えられ、今月17日から運用されています。2階はこれまで警察官とその家族が暮らす広い間取りでしたが、地域の特性に合わせて単身者用の居住スペースに変更され、香川県初のコンパクト駐在所となりました。安全安心を実感していただける活動の拠点として、今後より一層効果的な運用ができますよう、署員一同努めてまいりたいと考えております。1階には新たにコミュニティルームが設けられ、地域の人との情報交換の場として活用されます。